台湾カーブドカンス中日第一号の英雄は前に与えよう。ワンダーマンス目標日本科学都市テクノトピア21メカジャイガンカブトカンス出撃。ラージュ戦闘隊出撃。メカジャイガンカブトカンス。レッサージがやられるとは。メカジャイガンカブトカンス、奴らを叩き潰せ。メカジャイガンデビルカンス、バイオマンを引きずり出したところで叩き潰してやるのだ。アーザンマン、メカジャイガンデビルカンス出撃。さえ倒せばバイオマンなど恐れるに足らん。最強メカジャイガンで一気に肩をつけてやる。オイラカンス、世界一の科学者ドクターマンの科学力を思い知らせてやるのだ。メカジャイガンオイラカンス出撃。僕の出番はどこ行っちゃったんでしょう。メカジャイガンで踏み潰してやる。メカジャイガンビートルカンス出撃。メカジャイガンミイラカンスはこのフィルターサングラスをかければ見えぬ。まことにドクターマン様の科学力は偉大なものよ。今度ばかりは見えぬメカジャイガン相手ではバイオマンも手も足も出せまい。再艦出撃。すごい UFO 特だね。大変だ、巨大カプセルが墜落したぞ。そんなバカな、ドクターマン様がお作りになったものに失敗などあろうはずがない。その通り、これは罠だ。バイオマンとバイオロボは生半可の方法では倒せん。練りに練った作戦なのだ。すでにファラたちも動いておる。これぞ私の罠だ。毒ガスは取り、必ずバイオロボが岩で塞ぐことを読み、その地下に再艦巣を潜ませておいたのだ。再艦巣、バイオロボをもう存分料理しろ。メカジャイガン
急ぎんかんす。出撃。見たか、メカ人間の恐ろしさ。もはや邪魔者は消えた。メカジャイガン急ぎんかんす。出撃。全面戦争の始まりだ。徹底的に破壊殲滅せよ。ドクターマン様、どうしてとどめを刺すの？これから奴の回復力をチェックする。なるほど、そのために攻撃を。とどめを刺してはバイオマンの弱点も発見できんからな。フルパワーはゆっくりチェックしてやる。それよりブルース・リーのいないバイオマンたちをメカジャイガンで叩きのめすのだ。バイオマンなど敵ではない。今度という今度こそ倒してみせる。メカジャイガンハンマーガンス、やれ。新帝国ギアから挑戦状が届けられたからだ。準備完了。うん、スーパーセラミック光線発射。アーサーマン、お前たちの体は強化された。世界一の科学者の手にかかれば超鉄鋼などものの数ではない。サメカンスが来たぞ。ここだここだ、サメカンス入る入る。メカジャイガンだ。あのビームは何かしら。誘導レーザービームだ。あれで人工衛星を操ってるんだ。やはり新帝国ギアの仕業だったか。大変だ、メカジャイガン出現。バイオマンは絶対に荒神山へは行かさん。ネプチューンカンス出撃。メカジャイガン、カメカンス出撃。
レーダーに反応あり。メカジャイガンだ。やはり現れたか。予言が当たったのね。よし、行くぞ。バイオロボが現れたぞ。バイオロボ、なぜこんなに早く感づいたのだ。せよ、グロテスカンス。切っても切ってもすぐ戻る。痛くも痒くもないぞ。素晴らしい。催眠カメラの威力がこれほどとは。その写真に与えられた命令には絶対に従わなくてはならん。ああ。そして写真家の柳を送ったのも成功でした。あのような有名な写真家なら誰でも喜んでモデルになります。モンスターにカメラを向けられたら、私だって逃げ出してしまうわ。催眠カメラを装備したメカジャイガンカメラカンスは完成した。お前たちはモンスターから送られるデータをもとに最後の調整にかかれ。ファッチャマン。カメラ関数の催眠カメラの最終調整が完了しました。ちょうどよい。カメラ関数の最初の仕事はバイオベースを叩き潰すこと。直ちに出撃させよう。メカジャイガンだ。スカラベ関数、出撃。ダイヤセット。はピラニアカンス、出撃。お前たちの負けだ。あれをご覧。メカジャイガンだ。毒ガカンスのフラワー光線を浴びて、地上の植物という植物はみんなフラワー爆弾の花を咲かせるんです。何あれ。Thank you.
にも見ろ、最強メカジャイガンカニカンスだ。お前たち全員踏みつぶしても残り半分の地図はいただく。何だけだけ、あんなものが出てくるなんて話が違うじゃないか。見ろ、やはりカニカンスで決着をつけるしかないか。刺激カニカンス。小石くん、逃げるんだ。はい。またかよ。ああ、おいでなすったぞ。待て待て。おお、メカジャイガン。倒すメカジャイガンじゃないか。どうやってるんだ。クモカンス発進、目標首都東京。クモカンスでとどめを刺してやる。どうしてビッグスピを倒す秘密兵器が。クラゲカンス発進。あいつを飛ばせたら大変なことになる。レッドワン、よし、バイオドラゴン発進。バイオドラゴンごと吸い込んでやる。上がった刀はカマキリカンスの武器となる。カマキリカンス、これまで作ったメカジャイガンの最高傑作、とっておきの最後のメカジャイガンとも言える。そのパワーとスピードはどのメカジャイガンよりも優れ、最強の刀を持たせればまさに鬼にかなぼう。バイオロボなど敵ではない。大変です、バイオマンがゴーシロのもとに向かっております。よし、カマキリカンス出撃。見て、メカジャイガンだ。急げ、早く行かないと僕は危ない。よし、の刀鍛冶の腕と私の科学を合わせて生み出した最強必殺、カマキリ剣だ。よし、ネオメカ
ジャイガンメタルメガス刺激。ネオメカジャイガンメタルメガス聞いたことがない。ジャイガンメタルメガス、これからビッグスリーの一人メイソンが操縦する。行くぞネオメカジャイガンアックスメガス次。今日こそネオメカジャイガンアクスメガスでやっつけてやる。マグネメガスの武器の恐ろしさを見せてやるわ。バイオマン、山盛り翔太を戦士にしたのよ。え？何？強くなりたいと願う山盛り翔太は簡単に罠にはまった。え？第1号マグネ戦士の力を見せてやる。磁力ビームリモートコントロール。翔太さん。おいおいおい、なんだあれ、なんだなんだ、どうすんだ、化け物だ。ガス管が破裂したぞ。逃げろ。早く逃げて。お、ネオメカジャイガンだ。この機械で俺たちはここに釘付けにされるところだった。何のためだ。その間にバイオマンは
バルジオンを永久に封じ込める作戦だ。何？新帝国ギアの情報網はその動きを突き止めた。魔界ヶ谷のバルジオンは俺たちが先にもらったぞ。何だと？ネオメガジャイガンソニックメガバース。待て！これは俺がもらった。計画通りだ。バカな奴らめ。ネオメカジャイガンクラッシュメガス出撃。クラッシュしてるぞ。アマゾンメガス発進。やっつけてやる。俺バルジオンさえあれば。バイオロボはネオメカジャイガンサタンメガスの挑戦を受けた。この人は何者なんだ。またサタンメガスが出たぞ。エレクトロン。なんだあれは。顔だらけだ。バイオマン、まんまとメッツラーにおびき出された。今日が貴様らの最後だ。何？バロックメガスデスマスク攻撃。バロックファイヤー。バロックストーン。敵はラガーメガスで取ってやるぞ。強力な良心回路ができたとなると、我らメカ人間にとっては大変なピンチ。ネオメカジャイガンレンズメガス出撃。作
待て出撃アーチレンズで草の根を開けても奴らの行方を突き止めてやる。バルジオの探しはひとまず置いて、何としても良心回路を破壊せよ。柴田博士の正体を今度こそ暴いてみせる。ドクターマンは今や 100% 近くメカ人間になっている。補作団本心一郎、スーパーメガスヘッドオフ。だが良心回路はメカ人間に人の心を取り戻させる。たとえドクターマンでも良心回路さえつければ。良心回路だ、これだけは頼む。父さん、父さん、父さん。バルジオン、バイオ粒子反応あり。宿敵バイオロボを倒せ、バルジオン。これがバルジオンか。遥か宇宙の彼方からバイオロボとバイオマンを倒すためにやってきたバルジオン。今その使命を果たさせてやるぞ。今日こそ決着をつけるのだ。バルジオン出撃。ついに対決の時が来た。挑戦を受けたバイオマンとバイオロボは決死の覚悟で戦いに臨んだ。一方バイオケースに引き取られた周一も祈る思いでこの戦いを見つめていた。バルジオンに乗り込んだぞ。おかげで バイオマン決戦だ。攻撃バルジオン。メイスもファラもモンスターもジューノイド三重士も敗れ去った。シッパもバルジオンもついに新帝国ビアを私一人になってしまった。だが私は今世紀最高の頭脳を誇るメカ人間科学者。その頭脳の全てをつぎ込み最高最先端の科学が作り上げた最後のネオメカジャイガンキングメガスの力を見せてやる。それに私に勝るものなど存在しないのだ。シルバと共にネオグラードに潜入した周一は一人ネオグラードに残りドクターマンの姿を探していた。キングメガス出撃。
反応があり。地底ミサイル発射。大変だ、地底ミサイルの射程から。地底ミサイル、一体何をそれ。ドクターマン、バイオマン、貴様らの秘密基地を見つけたぞ。え、何だと。バルジョンを研究して、バルジョンよりはるかに強力なバイオ粒子探知装置を作り上げたのだ。ネオグラードのお返しをしてやる。地底ミサイル発射。みんな行くぞ。